はい、じゃあ早速1パック目いきましょう。購入点大当たり、それから構成もろもろこの辺に記載しておきます。さあ何が出るのか。ああ、もうクラチンフリーザだね。今段の身勝手出てほしいんですけど、まず時の海洋神、おカリフラオレンの SR、 次かな。さあいきましょう。321、次が、おお、いいっすね、いいっすね。ゴールデンフリーザゼノー来ました。備品かな。お、結構昔だね。ギャラクシーの人造人間18号の顧問来ました。 BM6 段ボジャックの SR、 5枚構成でしたね。で真ん中に来たのが BM7 段ゴールデンフリーザー、いいっすね。おー、状態もめちゃくちゃ綺麗です。はい、で構成も一回隔離なんですけど、真ん中に大当たりで、まあ、SR2 枚と顧問で隠れてるっていう感じでした。時の海王神もこれプロモだよね。まあ、いいパックだと思います。はい。で、秋葉原のホビーステーションさ、350円でめちゃくちゃ楽しかったんで、まあ、今回も350円狙うんですけど、まあ、1100円のね、折り場しかなかったので、5パック買ってきました。はい、行きましょう。でさ、めちゃくちゃ気になるのが、未開封って書いてあるんですよね。で、この厚さっていうか、この状態で、未開封本当にあるのかっていう。あと8段かな、前段のセルなんかもあるので、まあ、そこもね、当たってほしいなっていう感じです。はい、1パック目、ゴールデンフリーザ出てくれました。さあ、もう構成分かってるので、行きましょう。サンゴテン GT とサンゴハン青年期。さあ、行きましょう。3、2、1、 I love Dragon Ball Heroes! お、スーパーミラーの、若干右上に初期的なものがあるんですけど、まあ、綺麗な状態ですね。その他は綺麗な状態のスーパーミラーと、マジンドミグラ SR とベジータ GT ですね。いやー、やっぱオリパ楽しいね。さあ行きましょう、3パック目と。お、いきなりプロモかな、三国 BR のプロモ。はい、とベジータ。ちょっと絞りましょうか。そろそろアドってほしい。来い、クラチェン。いきます。来い、シークレット。あー、シークレットじゃない。そして、UM の赤。8なので、ブロリーだね。奇跡のスーパーサイヤ人4のブロリー UM8、 ブロリー UM8、 ブロリー UM8、 ブロリー UM8 だ。マジで?やばい!これ当日限りのやつか!マジか!来てた!マジで!マジでこれやっちゃったのかもしれない。やっぱ未開封ってそういうことなんだね。ちょっとね、これ、後日行きたいと思います。いやー、まあ、やっちゃったかもしんない。ちょっと無理かもしんない。まあ、ちょっとね、とりあえず、ちょっと当日限りっていうことなんで、まあ、無理承知でやっていきたいと思います。マジかー!マジかー!やべ、やってしまったわ、マジで。やってしまったな、これ。これさ、まあ、前も動画でも言ったんですけど、まあ、こういうことがあるから、未開封品の当日限りのものは、その場で開けた方がいいんですよね。てか、当たると思わなかった。マジで当たると思わなかった。いきます。3、2、1、何だ?おー !UM12 段の孫悟空合体アクションでベジータと合体でゴジータ UM 出せるやつですよね、フュージョンで。いやー、めちゃくちゃこれもね、イラスト結構好きなんで、かなりね、個人的には嬉しい感じですね。いやー、マジか。ちょ、まだね、引きずってますね、完全に。で、毎回プロも来てくれるんだね。引きずるなー、さっきの当日限りは。さあ、じゃあ最後、ラスト5パック目です。行きましょう。やっぱ絞るといいね。絞ると面白かったね。はい、じゃあもう一回絞っていきましょう。プロモのケール。それから、仮眠の SR。さあ、来い。なんだ、シークレットワンちゃん来てくれ、シークレット。シークレット、白。白じゃない、UM。12段のマージンシュルム。12段のシュルムだね。今段のシュルムだったらね、かなり熱かったし、イラストかっこいいんですけど、まあ、UM12 段のシュルムなんで、まあ、ちょい負けですかね、1100円だったら。と、孫悟天ゼロ。まあ、相変わらずの状態ですよね。綺麗なのは素晴らしいと思います。と、今回のアドカードしなかったってめちゃくちゃ難しいですね。これね、レジ交換できた。手元に入ったとしたら、まあ、ちょいアドかなっていう感じですね。で、まあ、これできなかった。としたら、負けですかね、正直。いや、これは難しい。いや、ほんとね、反面教師。マジで皆さん反面教師にしてください。こういったことがあるから、その場で開ける。僕はね、基本的には家に持ち帰ってきて、こうやって開けるのがむちゃくちゃ楽しい。やっぱりね、こうやって開封してると本当楽しい。なんですけど、ぜひ、その場でね、未開封品、レジ交換、当日限りですなんてね、まあ、ラジカンのね、フルコンプさんなんかよく書いてありますよね。ああいったところで、まあ、皆さん全国のお店さんで買うときは、こういったことがないように、その場で開けて確認した方がいいっていう、ぜひね、反面教師にしてください。うわ、マジかー。悔しいね。悔しいね。ぜひね、ダメ元なんですけど、ちょっとね、交渉しに行きたいと思います。で、もちろんね、当日限りって書いてあるんで、交換できなかったとしても、そこはもう全然 OK、仕方ない。すいませんでした。という感じで、帰っていきたいと思います。はい、じゃあね、また次回の動画でお会いしましょう。オリパやっていきましょう。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。あ、もしもし。お忙しいところ大変恐縮なんですが、私、先日そちらで、1100円、スーパードラゴンボールヒーローズの、1100円オリパを購入させていただいたものなんですけども、ちょっとオリパについて、1点問い合わせさせていただきたいことがございまして、電話させていただきました。